ね、でもね成長したとこあります。松井さん、私何やっぱね配信活動をしてくると、うん、やっぱり大事なものってあるじゃないですか、いろいろと。サムネイルとか、うん、うん、そう、うん、そこも成長したなって思う点でございますね。やっぱり成長しました、僕やっぱりサムネ作りは、はい、成長したなって思いますね。うん、まあ、うん、後でちょっと掘り下げるとして、後でなんですね後で、あ、はい、生殺しですけど、掘り下げ、そうちゃんと生殺されてるな。ちなみに本当のあれは何なの、なんだろう、うん、さらに前向きになったかもしれない。すごっ、さらに前向きになってるかもしれないですね。あと歌とかも多少はかもしれないですね。あ、ね、それ思ったの、歌上手くなったよね。歌は確かに、まあ、成長はしたかなってはあるかも、うん、すっごい思って、なんか本当に、はいはい、あのデビュー初期の時とかって、うんうん、割と声は出るけど、うん、みたいな、なんか 声を出すぞっていう感じのイメージだったんだけど、はい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 、なんか最近その抑揚とか感情の乗せ方とか、はいはいはい、あらなんかこう一つ一つの言葉の立て方とかがすごい上手くなったなってね、はい、思ったの。あら嬉しい、そんなこと言ってもらえるなんて。そうだそう、配信前にいろいろね、ロベさんのこと改めてそう見てくれてたんですか。じゃあそう見てて、はい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 、思っててね、わ嬉しい、わそうだったわ、言えてよかった、わそれは嬉しいな、確かに言ってもらえるのは。本当にサムネイル以外は成長してた。サムネイル以外、サムネイル本当になんであんなに下手くそなんだろうこれねそんななんかちっちゃい子に投げかけるみたいなちっちゃい子になんであんな下手になっちゃうんだろうねみたいな感じでしたけど、なんかね、はい、一番最初見た時は、はい、あ、これあんまり、うん、本気で彼は作ってるからあんま触っちゃいけないんだって思ったんだけど、本気ですよ、もうさ、うん、だいぶ年月が経ったから、まあ年月経ったから、まあ言えることはね確かに言った方がいいかもしれないね、うん、もう言うかと思って今日言ったんだけど、うん、うんうんうん、今日のサムネめっちゃひどいよえ、めっちゃひどいのにね、うん、はい、なんかリプランとか見たら、はい、なんか今日サムネ上手とか言われてて何を見てんだもう、ほんとにもっといいものを見て、うん、サムネ、うん、もっと上手い人いっぱいいるけど、うんうん、そうやね、今日何が一番ダメって、何が一番ダメなんですか、ね、はい、何ですか、言ってくださいよ。それはオレンジ色の服を着てるのに、オレンジ色の服着てるよ、背景がオレンジ色でどうかしてんの。どうかしてるね、それはね、確かにどうかしてるよどうかしてるね、なんであれなんでオレンジを選んだの、いや背景に、違う、これはね、でも、うん、オレンジを選んだのは、うん、やっぱなんか違うの、やっぱりそのね、なんか先のことをやっぱ考えられないからね、うん、まずもうやっぱ松井さんが来てくれる、うん、でやっぱ俺とのコラボで2人ともやっぱオレンジのイメージが強いと、うん、俺はじゃあ背景オレンジにしてみようって思ったんですよ。それでオレンジにしてみたら、うん、そこにこう松井さんをこうねシャッて重ねたらね、うん、あ、なんか確かに色は一緒だなって思ったけど、まあいけるかと思ってねそのまま行ったんだけど、そのまま行ってみたなんでそのまま行っちゃうの。違う、あのね、もう松井さん聞いて、これ本当にこれもう俺の悩みでもあるの、うん、もうなんかサムネイル作るといいってなってくるの、なんかサムネイル作ってもなんでこんな、もうあのね完成形はあるの本当に、こう書きたい、なんかね、あ、脳の中で、脳の中でこういうサムネイルにしたいっていうのはあるの、うん、俺の中にね、うんうん、はい、でそれにこう近づけてね行こうとするんだけどね、うん、もうそれでも俺の理想がどんどん俺から離れていくの、どんどんもうポンポンポンって、それでもうなんかなんで俺はあなたを作りたいのになんで俺の理想から離れていくんですかってなって、うん、それでなんか、うん、でも突き進むしかないと思って突き進んでみたらあんなになっちゃった、うん、追いつかないの、だから俺が残念すぎ、本当にいいってなっちゃう、いつもサムネイルを作るとき追いつかなくなっちゃって、ね、そうなんですよ。まずは、はい、そのロベル君とか、うん、コラボ相手とかを、うん、まず大きく乗せる小さすぎるやっぱほら気ちっちゃいから俺も気ちっちゃくなっちゃうね、多分なんかあのだからあのサムネイルの俺の見抜く基準っていうのが最近見つかってるんですよ、松井さん、うんうん、自信がない時は立ち絵がちっちゃくなりがちですなんで自信がやっぱ自信がなくなってくるんですよ、どんどんサムネイルを作ってると、
もっと自信持ってよ。いやそうなんですけどね、なんかちょっとやっぱちっちゃくなっちゃうんですよね、気ちっちゃいから、どうしても。そうなんだ。あと文字も大きく、はい、文字もね、やっぱ文字文字してるからね、基本俺がなんかやっぱり気ちっちゃくて文字文字してるからだと思うんだけど、やっぱちっちゃくなっちゃうんですよね、やっぱり。そういうとこあるかもしんない。うん、背景は、うん、その何、うんうんうん、出てくる人たちとかが目立つような背景。なるほどなるほど。まあでもそう、同化しちゃダメ。あーそう、でもやっぱね、やっぱね、目立ちたいもんね、やっぱね、我々はね。そうそう、だから背景は目立ちすぎないようにしなきゃダメだよ、うん、背景はじゃあいらない、そんななんかバッてならない方がいいんですね、先生。そうそう、同化しなければいいよ。あ、同化するのは OK？ 同化しないようにして。あ、分かる、はい、同化しないようにします、すみません。はい、同化も同化しないようにしますけれども。あ、ずっと思ってたんだけどさ、ずっと思ってたこと、はい、何ですか、いいですよ、何ですか。うちなんで1個なの、スマホでやってんの。何ですか、え、スマホで作ってるわけないじゃん。僕パソコンですよ。パソコンでなんでこれになるの。パソコンでこうなんねんって、パソコンでならないよ。なんねんってこう、なんで縁がさ白のやつしかないの。いっぱい白、もっと縁太くしてさ、黒枠をもう一個つけなよ。いやまあそれも、それそ技術がないねん俺の。あるよ技術は。技術がないねん俺には。なんでやろうとしないだけだ。やろうとしないだけでも確かにある、確かに。ちなみに何使ってるんですか。僕クリストは、クリスタ使ってますよ、クリスタ。あ、松井と同じじゃん。それは一番聞きたくなかった。それが一番聞きたくなかった。ちなみに白髪吹雪もクリスタだから。ちなみにこのクリスタ買ったのは吹雪さんに教えてもらって買った。このクリスタはちなみに吹雪さんに「ロブさんこれいいですよ」って昔に言われて買って、うん、だから俺買い切りしたんだけど、買い切り分のまだ金額見合ってない、使ってるのに。買い切ったのに俺金額分見合ってない、まだ俺の用途では、俺の用途に合って。そういや、なんかね、そう吹雪さんに教えてもらって「ロブさんこれいいですよ」って教えてもらったんですけどね、出てきたものがこれ。そう、出てきたものがこれ。本当にふうきちゃん泣いちゃうわよ。ガチ、あ、でもそれは本当に泣いてるかもしれない。それは本当に。いやでもこうなってしまうんですよね。まあでもそっか、そうなんです、いっか別に。別にいいことはないんですけど、ダサくて、うん、でもね、ダサくていいよ、ダサくて。だってうん、あれね、あの常連さん満足してらっしゃるならそれで。まあまあまあ、満足してるかどうか、なんか満足って言葉で麻痺っていう言葉の方が頭合ってると思うんですけど、おそらく、おそらくこれを見すぎて、こういうのを普段から見てるから、多分このサムネイルも普段よりは頑張ってるねっていう風になってるんだと思います。多分サムネイルポチッと押して配信入っちゃえばもうサムネ見えないからね。まあまあそれは確かに、そう、それは確かにね、うん、まあ入り口にはねやっぱ必要ですけどね、このサムネイルっていうのもね、うん、入ってしまえばみたいなのありますから、やっぱり。入ったらうまい名店みたいなのもやっぱあるじゃないですか、なんか。ああ、ね、なんかそういうのもあるじゃないですか。あ、なんかここ、あ、そ、こんな感じだと思わなかったけどすごい美味しいみたいな、やっぱお店とかもやっぱあると思うんで、やっぱそういうのもやっぱ。はそれなんだ。そう、それを目指して今もっかもう振るってますよ、料理を。なるほどね、僕は料理を振るってます。これでも満足してもらえるように。隠れた名店、隠れた名店みたいな感じにしようかなと思ってはいますね。じゃあいいか。うん、でもやっぱりなんか早く配信をしたいという気持ちが流行ってしまうというか。え、何分で作ってんの。普段もう一番早いのは30秒とかです。そうです、もうあのラーメンでいう粉落としぐらいの感覚ですね、多分。粉落としみたいな。30秒で作れんの。30秒でいけますよ、ちょっ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 て、もうトッピングを乗せるだけみたいな。早っ、え、やば、え今日これはさすがに、これはさすがに2分とかかかってますね。2分、これはさすがにやっぱ2分とかかかってますね、これは。早っ。え、普段はやっぱサムネイルには時間かけますか、やっぱり。そうだね、ロベル君よりは。俺より、やっぱちゃんと言った方がいいと思う。俺よりはっていうと、あ、5分ぐらいなのかなとか思いますよ、多分。20分くらい、ね、ああ、まあ20分はやっぱねかけますよね、やっぱりね、実際ね。うんうんうん、2分、まあそう、2分とか、まあ本当に入るの30秒みたいなのはやっぱありますね、本当に。
やっぱいかにお客さんを待たせずして提供するかっていうとこをやっぱ思ってはいるので。あれ酔い冷めました、もしかして。なんか冷めてきたかも。いっぱい飲んで、いっぱい飲んでいっぱい飲んでいっぱい飲むなよ、松井さん。30秒と2分やばい。30秒で作れる時もありますよ。でも本当にないよ。の松井さん、同じソフトですせやだ松井さん、同じクリスタ使ってますせ。いやマジクリップスタジオさんに謝った方がいいよ。本当にそれは思ってる、本当に本当に心から思ってる。俺も本当にすいません、本当にいい、本当に素晴らしいソフトなのは間違いないです。だからあんまり控えるようにしてる、クリップスタジオ使ってますっていうのも。あのなんか迷惑になるかなと思ってなんかそういうなんかクリスタ